ンジャラス系王道出世だよ。川田俊明がやってまいりました。今宵もその左腕には神が宿るのか。不信感三冠戦が入ってきた。川田特別試合シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー240パウンド川田俊明。赤コーナー300パウンドスタン・ハンセン。ハンセン。レフリー和田恭平。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さて馬場さん、両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょう。ああ表情ってもうね、試合始まってますし、なんとも言えないですね。そうですか。ロープに振った。あっと、後ろに投げてまいります。打ち込んでまいります。ボディスラムで投げてまいります。掴みます。エルボー掴んだ。あっとエルボー組みに行きます。ボディスラムです。スリーパーに捉えます。行くのか。相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。ロープブレイクであります。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね。ロックアップ倒してまいります。館内がどよめきます。チョップであります。掴んだ。チョップの雨を降らせます。ストンピング蹴りつけてまいります。この不沈艦スタンハンセンが一度そのブラッケンサポーターに手をかけることがあるならば、その瞬間が地獄への一里塚となることでありましょう。腰を落とします。打たせません。リバースで返します。カウント2で返します。抱えます。ストマックへの攻撃であります。腕をフックします。 DDT でマットに突き刺します。組み合います。逆に投げてまいります。ロックアップ。馬場さん、こういった技一つを取っても一番いいポジションが人によって違うんだそうですね。そうです。足の位置、構え方がね。なるほど。あとリバースで返してまいります。技の仕掛けがものすごく早いですね。ええ、やっぱり勝ちにいってますね。そうですね。肩口から落としてまいります。バックドロップの体勢、尾てい骨割りアトミックドロップ。抱えます。馬場さん、これはちょっと首がつらいですね。首自体もそうなんですがね、首をかばうために他の部分に負担をかけてしまう場合がありますよね。コーナーに振った。キックで返します。ドロップキックを見舞ってまいります。逆エビ固めに移行してまいります。
所のないキック攻撃です。組み合います。鬼の形相で締め上げます。掴みます。尻を使ってまいります。掴んだ。肘を打ち込んでまいります。掴みます。ヘッドディッパー。小脇にかかる。あっと耐えた。あっと外した。頭を掴んでスピンキック。逆水平ローキック。強烈。あっと返した。組み合った。ロープに振った。そのまま後ろに投げていった。引っこ抜きか。させません。リバースで返した。腕を回した。ブレインバスターで叩きつける。抱き起こす。バックを取って打たせない。エルボーで切り返す。顔面蹴り上げる。10分経過。チョップ強烈。チョップ。強烈キック攻撃。立たせていく。小股に挟んだ。いやー馬場さん、今のはもう瞬間的なひらめきですね。そうですね、ひらめきが新しい技になりますけどね。いけるか。あっと逆に投げていった。顔面へのキック。強烈ダブルに。外した。奥歯を噛みしめた。バット逆に返した。岩壁の母の胸に抱かれました。首根っこを掴んだ。引きましたね。カウントになりましたかね。カウントは入る。2カウント。抜くのか。すごい顔で打つ。パワーボムが決まった。カウント2。返しました。あっとエルボー。無人島に着陸してしまった。あっとウエスタンラリアット。挟んだ。